カシアス・マーセラス・クレイは、アメリカ合衆国ケンタッキー州の農場主、政治家であり、奴隷制廃止のために活動した人物である。ケンタッキー州の共和党の創設メンバーである。エイブラハム・リンカーン大統領から、中ロシア全権講師に任命され、南北戦争における、ロシア帝国の北軍への指示を取り付けた、ホワイトホールのライオンの愛称で親しまれた。カシアス・マーセラス・クレイは、 ケンタッキー州で最も裕福な農場主で奴隷所有者だったグリーン・クレイとサリー・ルイスとの間に生まれた。グリーンとサリーの間には7人の子供がおり、成人まで生き残ったのはそのうち6人だった。クレイ家はケンタッキー州において大規模で影響力のある政治家一族だった。父グリーンも後に政治家となった。兄のブルータスは衆議院を経て連邦議員となった。 いとこには、ケンタッキー州の政治家ヘンリー・クレイとアラバマ州知事、クレメント・コーマー・クレイがいた。妹のエリザベスは、ジョン・スピード・スミスと結婚し、スミスも、また衆議院を経て、連邦議員となった。エリザベスの息子のグリーン・クレイ・スミスも、また連邦議員になった。クレイは、トランシルバニア大学を経て1832年に、イエール大学、イエール・カレッジを卒業した。 イエール大学在学中に奴隷制廃止論者のウィリアム・ロイド・ガリソンの講演を聞き、それに触発されて反奴隷運動に参加した。ガリソンの主張はクレイにとって喉の渇いた旅人にとっての水のようなものであった。クレイは政治的には前身主義者であり、ガリソンやその支持者たちのように奴隷制の即時の廃止を求めるのではなく段階的な法改正を支持していた。 クレイは初期の南部開拓者であるが、著名な反奴隷運動家となった。クレイはケンタッキー州の衆議会議員として、また共和党の初期メンバーとして、奴隷解放に向けて活動した。クレイはケンタッキー州会議員に3回当選したが、奴隷制廃止を推進したことにより、奴隷制支持者の多いケンタッキー州での有権者の支持を失った。クレイの反奴隷活動に対し、 暴力に訴える者も,も現れた。1843年の政治討論会の最中に、奴隷制支持者に雇われた殺し屋のサム・ブラウンがクレイを射殺しようとした。クレイが携帯していた防衛ナイフの鞘の先端には銀が使われており、防寒に反撃するために防衛ナイフを抜いた際、鞘が心臓の位置の前になるようにポケットに入れた。ブラウンの銃弾は鞘に命中し、 銀の部分に食い込んだ。その後、クレイはブラウンにタックルし、ボーイナイフでブラウンの鼻と固め、耳をえぐり取り、ブラウンを堤防から投げ落とした。1845年、クレイはケンタッキー州歴ントンでハンドレー運動の新聞、トゥルーアメリカンの発行を始めた。相関から1ヶ月もしないうちに、殺害の脅迫を受けたため、武装を余儀なくされ、 新聞社の事務所の入り口を走行扉にして普段は閉じておくようにし中には4ポンド砲を2機設置したその直後約60人のボートが新聞社に押し入り印刷機を奪っていった事業を守るためにクレイは新聞社の拠点をオハイオ州シンシナティに移したが自身はケンタッキー州に住み続けた クレイは1846年から1847年まで第一ケンタッキー機兵隊の隊員として米国戦争に従軍した。クレイはテキサス兵合と南西部への奴隷制の拡大に反対した。1849年奴隷制廃止の演説をしていたクレイをターナー家の6人兄弟が襲撃した。クレイは6人全員を撃退し防衛イナイフで サイラスターナーを殺害した。1853年、クレイはマジソン軍内の10エーカーの広大な土地を奴隷制廃止論者のジョングレッグ・フィーに譲渡した。フィーはそこにベレアの町を設立し、1855年にはすべての人種に開かれたベレア大学を設立した。クレイと北部の奴隷制反対運動とのつながりは強固だった。クレイはケンタッキー州における 共和党の創設者である。また、エイブラハムリン・カーンの友人であり、1860年の大統領選でリンカーンを支持した。クレイは1860年の共和党全国大会に副大統領候補として立候補したが、ハンニバル・ハムリンに敗れた。ホワイトハウスの前のクレイの大体1861年3月28日、リンカーン大統領はクレイを サンクトペテルブルクのロシア宮廷への特命全権行使に任命した。クレイがロシアへ出発する前に南北戦争が始まった。当時ワシントン DC には連邦軍がいなかったため、クレイはホワイトハウスとワシントン海軍交渉を南軍の攻撃から守るために300人の志願兵を組織した。この部隊はカシアス・エム・クレイのワシントン警備隊として知られている。 リンカーン大統領はその功績を称えて、クレイにコルト製リボルバーを送った。連邦軍がワシントン DC に到着すると、クレイは家族と共にロシアに向けて出発した。ボストンを訪問するロシアのフリゲートロシアにおいて、クレイはロシア皇帝アレクサンドル2世が濃度解放令を発するのを目撃した。1862年、リンカーンは北軍少将として、 南北戦争に従軍させるためにクレイを呼び戻したがクレイはリンカーンが南軍の支配下にある奴隷の解放に同意しない限りその任務を拒否すると公然と表明したリンカーンはクレイをケンタッキー州などのアメリカ連合国に接している州に派遣し奴隷解放の実施可能性について調査させたクレイがワシントン DC に戻った後 リンカーンは1862年末に奴隷解放宣言を交付し、1863年1月に発行した。クレイは1863年3月にロシアに戻り、1869年まで公使として勤務した。クレイはアラスカ購入の交渉にも影響力を発揮した。また、クレイは在ロシア全典講使として、 ロシアからの北軍への援助を取り付けることに尽力した。ロシアは北軍の支援に乗り出し、イギリスやフランスがアメリカ連合国を正式に認めれば、両国に対し宣戦線すると脅した。皇帝アレクサンドル2世は大西洋と太平洋に展開するロシア艦隊に密書を送った上で、それぞれアメリカの東海岸と西海岸に派遣した。密書はイギリスとフランスが 南軍側で参戦した場合にのみ開封するようにと指示されていた。ロシアの大西洋艦隊がニューヨーク港に入港した時、海軍長官ギデオンウェルズは日記にこう書いている。この国にこれらの船を送ることには何らかの重要な意味がある。それがフランスとその政策にどのような影響を及ぼすのか我々はそのうちに知ることになるだろう。それは 恩恵なものかもしれないし、悪化するかもしれない。ロシアに、神のご加護のあらんことを。皇帝アレクサンドル2世の南北戦争における、この行動は、ペンシルバニア州のウォートンバーカーによって1904年に、明らかにされた。彼は1878年に、ロシア政府の米国における金融エージェントであった。その後クレイは、ホセ・マルティのキューバ独立運動を支援するために、 キューバ事前援助協会を設立した。また、鉄道の国有化に賛成し、後には実業化による権力の行使に反対する発言をした。1869年、クレイは共和党を離党した。クレイはユリシーズ・エス・グラント大統領による配置への軍事干渉やリンカーン暗殺後の共和党求心派による水増しされた復興政策に反対していた。 1872年、クレイは自由共和党の設立者の一人に名を連ねた。1872年の大統領選挙で、ホレスグリーリーを大統領候補にするのに貢献した。1876年と1880年の大統領選挙では、民主党の候補者を支持した。1884年の大統領選挙で、共和党に復帰した。クレイは反逆者であり、 戦士であるとみなされていた。生活を脅かされていたため、クレイは普段から拳銃2丁とナイフを持ち歩いていた。また、自宅と職場を守るために大砲を設置した。1890年のケンタッキー州憲法を改定する議会で、クレイが議長に選出された。カシアス・クレイは1903年7月22日、全身疲労のため自宅で死去した。 1833年、クレイは、ケンタッキー州歴シントンの医師、エリシャ・ワーフィールドの娘のメアリー・ジェーン・ワーフィールドと結婚した。二人の間には10人の子供が生まれたが、そのうち成人まで成長したのは6人だった。後に、レオニード・ペトロフを養子とした。レオニードは、ロシア滞在中に、クレイの不倫により生まれた子供とされている。子供たちのうち、 ドーラとメアリーは、助見拡張活動家となった。1878年、45年間連れ添った、メアリー・ジェインと離婚した。クレイの不倫に妻が耐えられなくなったためと主張した。1894年、84歳のクレイは、ドーラ・リチャードソンと結婚した。ドーラは、当時15歳の孤児で、クレイが所有する農場の分役小作人だった。しかし、 1897年に離婚した。ホワイトホール彼の実家であるホワイトホールはケンタッキー州によって州の歴史的建造物として維持されている。ケンタッキー州に住むアフリカ系アメリカ人奴隷の子孫であるハーマン・ヒートン・クレイはクレイの死の9年後に生まれた息子に同郷の奴隷解放主義者であるクレイにあやかって全く同じカシアスマーセラス・クレイという名前をつけた。 このカシアス・クレイは自分の息子にも同じ名前をつけた。このカシアス・マーセラス・クレイジュニアは後に世界ヘビー級チャンピオンのプロボクサーとなりイスラム教に改宗した後にモハメド・アリと改名した。アリはイスラム教に改宗した後それまでの自分の名前は奴隷の名前であり自分で選んだわけではないし望んでもいないと述べた。アリは 自伝の中で、クレイは奴隷を解放したかもしれないが、彼は白人史上主義にしがみついていたと書いた。そして、アリは解明に至った理由を次のように述べた。なぜ私は、白人の奴隷主人の名前は常に見えるようにして、黒人の祖先は見えないまま、知らないまま、名誉を与えられないままにしなければならないのだチズム、ヒュー、エド、クレイ、カッシウスマーセラス。 エンサイクロペディア・ブリタニカ6ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス p470 ありがとうございます。